エロル伯爵は、スコットランド貴族の伯爵くらいの一つである。1452年に、兵士族のウィリアム兵が除位されたのに始まる。かつての国務大官の一つスコットランド大芝職を、接収し続けている。その歴史の古さから、施設門章官を有する数少ない貴族であり、スレインズ門章官補がその役割を担う。14代女伯メアリーを描いた絵画。 スレインズ紋章官補である、ピーター・ドラモンド・マレー紋章官。伯爵家の紋章を紋章官服としている。スコットランドの兵士族は、1160年頃の記録に初めて登場する、スコット・ノルマン人の騎士ギオーム・デラヘイの子孫である。エロル伯爵家の先祖となるギルバート・ドラヘイは、キノール伯爵家の先祖であるウィリアム・ドルヘイの兄に、あたる。ウィリアムには、 スコットランド王アレグザンダー三世の了承の下、弟から二つのカルケートの土地が譲られた。その子孫のウィリアム・ドラ兵は、1428年のロード・オブ・パーラメントとバロンを区別する法律により、1429、30年3月以前に、スコットランド貴族爵位の兵教に除せられた。その孫で二大兵教を継承したウィリアム兵は、 1452年6月12日に、スコットランド貴族爵位のエロル伯爵にジョイされ、同月末にエロル伯領とスレインズ卿領を与えられた。その子孫である11代エロル伯、ギルバート兵は、新京都革命中央党派として行動し、王政復古後の1666年、スコットランド法に規定される、スコットランド貴族の特殊な制度である最高府によって、 自ら借位の継承者を決める権限を与えられ、1674年に、30警定のジョン・ヘイとその男子相続人、もしくは女子相続人を継承者に指名している。これにより11大伯の死後、ジョン・ヘイが12大伯を継承。彼の死後はその息子チャールズ・ヘイが13大伯を継承したが、子供のない13大伯の死後、12大伯の娘、 メアリーが14代博を継承した。彼女にも子供はなかったため、彼女の死後はその、妹マーガレットの娘アンと第4代、キルマーノック伯爵ウィリアム・ボイドの愛の子である、ジェームズが15代博を継承した。彼の父である4代、キルマーノック伯はジャコバイトに加担したことで、大逆罪により処刑の上借位剥奪となったので、キルマーノック伯位は継承されなかったが、母方から、 エロル伯爵位を継承した形だった。継承に際して生命をボイドから兵に改めた。18代エロル伯ウィリアム兵は1831年6月17日に連合王国貴族のエア州におけるキルマーノックのキルマーノック男爵にジョイされた。22代エロル伯ジョスリン・ビクター兵はイギリス植民地ケニアで快楽主義的な生活を送っていたが、 迷宮入り殺人事件、エロル事件の被害者となったことで知られる。彼の死後、エロルハククライと平教医は、娘のダイアナが継承したが、男系男子に限定される、連合王国貴族のキルマーノック男爵位は、弟のギルバートに継承された。23代エロル女博を継承したダイアナは、第11代順男爵サーヤンモンクリフと結婚した。 その愛の子マーリン・セレルド・ビクター・ギルバート兵は、1978年に死去した母から第24代エロル・ハククライト、第25代兵教委を、1985年に死去した父から第12代順段釈位を継承した。2021年現在の当主も彼である。現当氏マーリン兵は、以下の釈位、順段釈位を保有している。白家のかつての ニュースレーンズ上、ありがとうございます。